ごきげんよう、マスター。休日を楽しんでいますか？それは結構、休めるときに休むのも一人前の条件ですから。もう自然な切り返しが浮かびません。やっぱりダメですね、私。慣れないことはするものではないということですか。はい、どうぞマスター、チョコレートです。バレンタインのお祝いに便乗して、普段では言いづらい気持ちを伝えます。そのチョコレートに面白みがないことは自分でも分かっているので恥ずかしいのですが、改めてあなたの日頃の努力に敬意を。私たちの関係がもっと続くよう日々努力させていただきますね。